クリスリゾーは、日本の実業家。大和運輸株式会社専務執行役員、元代表取締役社長。富山県高岡市生まれ。富山県立高校内高等学校を経て、1983年、横浜市立大学小学部卒業。大和運輸入社。1995年経理部主計課長。1999年経理部長。2002年財務部長。 2005年グループ経営戦略本部部長、ヤマトホールディングス財務担当シニアマネージャー。2006年執行役員。2007年ヤマトマネージメントサービス、代表取締役社長兼務。2012年ヤマトフィナンシャル、代表取締役社長兼ヤマトホールディングス、執行役員。2017年ヤマト運輸代表取締役専務、執行役員。2019年から、 ヤマト運輸代表取締役社長を務め、宅配事業の働き方改革などに当たった。2021年ヤマト運輸専務執行役員。ヤマト運輸、新社長に大取専務執行役員のクリス・リゾー氏が、昇格実業の富山2019年3月4日、AB ヤマト HD 社長に、長押し、運輸は、クリス氏に、日本経済新聞2019年2月21日、 略歴ヤマトホールディングス、ヤマト HD 社長に、長押し、運輸は、クリス氏に、日本経済新聞、https、r 日経 .com、アーティクル、約すむぞ4155万 6410R、2十 c 1 9 a 2 0 0万、S イコール12020年2月28日閲覧、役員の移動に関する、お知らせヤマトホールディングス、ありがとうございます。